お疲れ様です。40になった時にネットビジネスを始めて、そこから進んできた人生っていうのはね、今想像するとネットをビジネスに活用するのと、そうじゃなくてそれまでの常識で生きるのと2種類の人生があるとして、まあ、私はねネットを中心とした人生を、まさにテクノロジーの上に乗っかった人生を選んだわけなんですよ。まあ、そうなるとね、まあ、私の中でのパラレルワールドとして多分家族はいなかったでしょうね。で、未だにこの住まいも持ち家じゃなくて賃貸だったでしょうね。もしくはホームレスだったかもしれません。実際ホームレスは2年間やりましたしね。で、多分店の維持もできなくなって借金を抱えたまんま、取引先に代金支払われるまんま、とんずらしたと思います。とんずらするぐらいの度胸はありましたんで、そうなるとね、税金の滞納もあって、もうニッチもサッチもいかなくなって、よくてまあ強盗みたいなことやってたのかなと思いますし、多分オレオレ詐欺の受け子とかもね、やすやすと私やってたと思いますよ。で、人生終わりみたいな、懲役食らってたと思います。だから今はこうやって YouTube でね、ぼやぼや喋ってることもできなかったと思いますしね。まあ実際一回手錠かけられて、捜査令状ガサかけられて、勾留も受けてましたんで、まあなんていうの、牢屋に入ることはもう今でもね、もうへでもないと思ってるんですけどもまあだからこそね、まあ捕まってもしょうがねえわと思っていろんな犯罪をねやってたかもしれないですね。いや、でも本当そうならなくてよかったですよ。そんな部分が私の中にも潜んでいましたけども、できればいいことをして世の中に君臨したいわけじゃないですか。苦しくてもいいことでなんか乗り越えていきたい、苦しいから悪いことやってもしょうがないっていう、そういう理屈じゃなくてね。で、その全てがネットビジネスネオヒルズクラブに飛び込んで、ダメかもしれないけどもやってみるっていうことだね。もしこれでダメだったんだったら、金返せ詐欺野郎って文句言ってやろうかなと思ったんですよ。でも文句を言う以上ちゃんとやらないと、あんたがやってないからでしょって言われちゃいけないんで、きちんとやることにしたと。きちんとやったら儲かったみたいなね、言うことありませんみたいなやってみたってことですよね、何よりも強いのがね。ダメかもしれないがやってみた、この繰り返しで今日まで生き延びてきたと言えると思います。いってらっしゃい。